ちらは今月14日に噴火の様子を鑑賞する同じような船のツアーに参加した日本人観光客が撮影した動画です。観光客およそ40人を乗せた船は溶岩のすぐ近く20メートルほどまで接近しています。真っ赤な溶岩が激しく噴き出すたびに歓声が上がり、観光客はカメラでその様子を捉えています。動画を撮影した日本人観光客は FNN の取材に対し、船のツアーはおよそ1時間に及び、最初は歩いていくツアーに申し込んでいたが、噴火の様子が見られることになったので船のツアーに参加した。船からでももわっと熱気が伝わってきて迫力がすごく威力を感じたと述べています。負傷者が出たことで今後こうしたツアーの在り方が議論される可能性が出ています。